日本ど真ん中祭りファイナルコンテスト審査結果の発表です。まずはじめに全12チームの代表者プレゼンター審査員の皆様に登壇していただきます。最後それだけ残って、最後それだけ残って、チームだけ残って1位さて、ステージ上にはチームの代表者の方々、そしてプレゼンターの皆様、審査員の皆様がまもなくお揃いになられます。さて、それではご登壇されました皆様方にどうぞ大きな拍手をお送りください。新鮮の皆様、厳正なる審査をどうもありがとうございました。さらに会場にお越しの皆様も観客全員投票にご投票いただきました。誠にご協力ありがとうございました。さあ、ついにこの時がやってきました。第10回の祭りに名を刻むチームの発表です。ファイナルコンテストの結果に先立ち、最初に観客全員投票の結果の発表です。まずは携帯スマートフォン部門の発表です。より多くの来場者に感動を与えたのは一体どのチームなのでしょうか。得票第3位はカグラの皆さんです。カグラの皆さんです。得票第2位はハブリの皆さんです。ハブリです。得票第1位に輝いたのは上長の皆さんです。携帯スマートフォン部門に1位を獲得したチームには3点、2位を獲得したチームには2点、3位を獲得したチームには1点がそれぞれ審査員の点数に加点されます。続いてインターネットニコニコ動画部門の発表です。得票第1位に輝いたのは上昇の皆さんです。おめでとうございます。さあ、ここで上昇が入ってきました。インターネットニコニコ動画部門にて1位を獲得したチームには1点が審査員の点数に加点されます。それでは第20回日本ど真ん中祭りファイナルコンテスト結果発表です。皆さんが投票してくださった観客全員投票の結果がどのように反映されるんでしょうか。はじめに第4位、5位、6位のチームを発表します。第10回日本ど真ん中祭り第6位はカモンの皆さん、そして第5位はハブリの皆さん、そして第4位は名古屋学生チームシャチの皆さんです。おめでとうございます。それではいよいよ上位3チームの発表です。まずは準ど祭り大賞を受賞した2チームを発表します。準ど祭り大賞の座に名を刻む1チーム目は上昇の皆さん、上昇、そして2チーム目は上の皆さんです。おめでとうございます。ついにこの時がやってまいりました。
しか多くの人の夢が集う舞台となりました。たくさんの絆に支えられながら、ただひたすらに夢を追いかけてきた。憧れ、希望、誇りが詰まったこの場所で、最も感動を生み、最も光り輝くど祭り大賞となる。今その夢が果たされる。第20回日本ど真ん中祭りど祭り大賞は絶対怖いからなんだけど、それでは表彰に移ります。まずは第4位から6位の表彰を行います。第4位から6位を受賞した3チームの皆さんには、サントリー食品インターナショナル賞として伊右衛門600本が贈られます。第4位から6位を受賞したチームの代表として、第4位も受賞された名古屋学生チームシャチの代表者の方はステージ中央へお進みください。プレゼンターはサントリーフーズ株式会社執行役員東海北陸支社長小木曽茂樹様、お願いいたします。おめでとうございます。どうぞ今一度大きな拍手を送りください。プレゼンターの小木曽様、どうもありがとうございました。続きまして、準ど祭り大賞の表彰に移ります。準ど祭り大賞に輝いた上昇上の代表者の方はステージ前方へお進みください。プレゼンテーターは本庄流家元三味線演奏家本庄秀太郎様です。お願いいたします。上昇の代表者の方はステージ中央へお進みください。おめでとうございます。おめでとうございます。上昇の代表者の方はお戻りください。続いて上の代表者の方はステージ中央へお進みください。さあ、それでは本庄様、どうぞお下ろしください。上司を準ど祭り大賞上司上司の皆さんにも表彰されました。おめでとうございました。本庄様、どうもありがとうございました。さらに準ど祭り大賞に輝いた2チームにはサントリー種類賞が贈られます。上昇上の代表者の方はステージ中央へお進みください。プレゼンテーターはサントリー種類株式会社常務執行役員東海北陸営業本部長片岡聡様です。お願いいたします。サントリー種類賞としてザ・プレミアムモルツとザ・プレミアムモルツカオルエール合わせて300本が贈られます。さあ、2チームに手渡されました。大きな拍手をお送りください。プレゼンター片岡さん、どうもありがとうございました。準ど祭り大賞を受賞した上昇そして上の皆さんにもう一度大きな拍手をお送りください。
ありがとうございました。準ど祭り大賞を受賞した2チームの代表者の方は元練習へお戻りください。続きましてど祭り大賞の表彰に移ります。ど祭り大賞を受賞した神楽の代表者の方はステージ中央へお進みください。プレゼンターは公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団岡田邦彦理事長です。お願いいたします。賞状ど祭り大賞神楽殿、 Eチームは第20回日本ど真ん中祭りにおいて最も大きな感動を残し大賞の名にふさわしい最高の演舞を披露しましたので、その功績を称え賞します。平成30年8月26日公益財団法人日本ど真ん中祭り文化財団理事長岡田邦彦、おめでとうございました。ど祭り大賞の表彰状が渡されました。そして内閣総理大臣賞として内閣総理大臣杯が贈られます。内閣総理大臣杯をおめでとうございます。そして見事ど祭り大賞を受賞した神楽の皆さんには愛知県知事賞、名古屋市長賞、サントリー酒類賞、名古屋商工会議賞会頭賞、台湾政府観光局長賞が贈られます。はじめに愛知県知事賞の前贈呈です。大村知事お願いいたします。愛知県知事賞として花の生産日本一愛知の花束が贈られます。続きまして名古屋市長賞の贈呈です。河村賞お願いいたします。名古屋市長賞として名古屋の伝統工芸品である写真入り名古屋センスが贈られます。はい、それでは何かよう分かりませんが名古屋終わりだ。名古屋の名古屋の独特なやつを盛り上げながら名古屋の後ろも木造の本物になるね。さあメリークッド I love you。 おめでとうございます。さあ今一度どうぞ大きな拍手をお送りください。河村賞ありがとうございました。続きましてサントリー酒類賞の贈呈です。プレゼンテーターはサントリー酒類株式会社常務執行役員東海北陸営業本部長片岡聡様です。お願いいたします。サントリー酒類賞としてザ・プレミアムモルツとザ・プレミアムモルツ香るエール合わせて700本が贈られます。